天野マナのお着替え実践、マナちゃんがイエイ。おはようございます、天野マナです。さあ今回でなんとシャープ5、5回目でございます。しかも実はですよ、第4回を撮ってから4日しか経ってませんこの間前回も名古屋で、そうです。しかも今日も名古屋でございます。名古屋、愛知県名古屋ですね。どこでしょうか。はい、本日はメガコンコルド1111ブレイズさん、ブレイズ店さんでございます。後ろにねロゴがいる。はい、さっき気づきましたけど、うん、コーディネートされてきたんですか。ちょっと後ろね仲いいなって違います違います。今日私服なのはですよ、シャープ4の方で、の実践で勝ちましたので、ご褒美として自分で買ったお洋服でございます。なのでコスプレじゃなく今日は私服でございます。あ、私服はもの、すごくないですか。今日で5回目じゃないですか。見事に私服コスプレ、私服コスプレ、私服ってきて、うん、ってことは負けって。あ、違う違う違う前回ほんと100枚ぐらいプラスで終わったじゃないですか。130枚ぐらいですかね。そう、100枚ちょっとプラス、やったー、イエハープラスみっともなかったですよねあの勝ち方ちょっと。じゃあ目標立てますか。目標はあれなんですよ、ここのまあ、近所じゃないですけど近くに私一回行ったことある、ひつまぶしの有名なお店の本店があるんですよ。はい、めっちゃ美味しいのだからあのガツンと買って、まあ、だからひつまぶし 4,5 円とかするでしょ平気で。あ、なるほど、いいやつ選んじゃうと。いや、それを食べて帰れたらな。あ、その分いいな。え、でもプラス 4,000 円とかってこと。はい目標低いな、そう考えると。いや、まあ、それはスタッフ全員とね、うん、え私が自分で3人なんで大人でしょ振る舞いますよ天野も。いや、でもそれぐらいを目標に、今日は目標高めに設定しようかなと思ってます。それ言ったな、前回ぐらいに言ったな。ね、まあ、でも5回目なんでさすがにちょっとなんかそろそろ引きあるんだなこの子みたいなのを見せないとみんなちょっと見飽きちゃうかなと思うので、頑張ろうと思います。そんな感じで今日もプラスで、そしてひつまぶしを食べれるように頑張りたいと思います。チャブ台返しに座りましたいや、なんかあれなんですよ、そのパチスロやっぱ詳しくないから、うん、結局まだかろうじて知ってる台ってなると、まあ、魔法少女まどかマギカとか、はい、陛下鏡とか、うん、番長3とかそういう台になっちゃうじゃないですか。やっぱもう知らない台を打とうリスクは高いけど知らない台を打ってこうと思ってその結果ノーマルタイプに座るっていうね。でもかわいい、かわいいわ、パンダおるやんあれお父さん、お父さん、あれお父さんね。お母さんが横からちょっと覗いてる。あ、これお母さん、お母さんオリジナル台ですから。はい、まあ A タイプなんでね、ピックを引きゃいいわけじゃないですか、はい、要は頑張りますよ。ベルコのね、あのそれマックスベッドいらないですからね。あ、だ、そっか、今プッシュボタン押しちゃった、そっか、そうそうそう、便利システム、そっか、押すと演出変わっちゃうの。そうだそうだ、そういうことか、やりがちだね。あ、これで揃ってるのか。そうです。へえ、めっちゃ扇風機出てきたあ、チェリーだ、おうおうおう、あ、チェリーじゃなかったわ。あ、来た、当たった。お、え、もう当たったやん、チャブ台返したから当たった。そう、そういうことですね。そういうこと、やった待って、何ゲームでしたっけこれ。6ゲームもうここまでノーカットですよね。ね、
まさかのレギュラーだった。最大枚数獲得手順がバケだと104枚ですね。で、バケ中は図鑑の色で設定押しさ。あ、青、え、青絶対良くないやん。まあいいや、打ちます。ボーナス消化は適当打ちでいいらしいんで。空気を読む、簡単そうで難しい。わかるわかる。またチャブ台を返すまで頑張るってことですよね、はい、いや、いいじゃない、幸先良かった。これ娘ってことですかね。え、絶対仲悪いやん。なんかストーリーがあるんですかね。ね、お父さんがパンダになっちゃった理由とか。あ、そういうこと。あ、なんかストーリーがあるのかなと思ったけど、はい、ないんですね。あ、ないんだ。わかんない、調べても出てこない。どういう意図で作られたんだろう。ねえ、演出変えないですか。ん、演出は変えないですか。ちょいちょい変えてますよ。変えてますか、はい、あ、そうか、絵は変わらないんだ。そうみたいです。豆の時とは違うんですね。ここに豆いるんですよ。あら、豆じゃん。あ、これ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 、ね、情けない顔してる。かわいい。豆ちゃんって顔してる。あ、かわいい。細かくて伝わらないモノマネみたいな、ね、豆の真似しなす、うん、はって言われる。うんともすんとも言わない、うん、多分ビッカーだったら移動なんだろうなって気がするんだけど。そう、ビッカー当てて移動したいんですよ。あー、怒った。まあ、何の前触れもない。長かったね。チャンス告知なのに何にもなかったっていうね。3回転3ゲーム。何これ、ビフォーデンのなんかパクリ。ビッグ中は飛んでくるチャブ台の色で示唆してください。茶色が普通です。銀色だと高設定、金色だと高設定強です。瓶娘だと5以上。なるほど、ビンコだね。ビンコ、あ、ビンコだ。あー、あのビンコ、ビンコ、あの子だ。え、ちょっとさっき銀色飛んできましたよ。え、嘘。2回目ちゃんと見てなかった。ええ、まあでも高設定示唆ってことですね。はい、でも金の方がさらに強い、はい、で、最後ビッグ終了時のチャブ台投げのメートル、うん、で示唆666とかねですね。そうそう、222だと2以上とか、うん、135だと奇数、246だと偶数。なるほど、はいはい。なるほど、お、これだ、これで距離を競うんだ。これだ、間違って飛ばさないように。あ、うわ、中途半端、何の参考にもならん。へえ、そんな感じなんすね。はい、チャブレンとかないですかね。チャブレンめっちゃおもろいやん。ないかな。どっちこれ、左じゃない。やめ、すぐやめるやん。ちょうど1万円ですかね。はい、327枚、だからもうやめる。打っていいかな。好きな台を打ちたいと思います。だいぶ久々なオスサラリーマン番長、はい、すごい好きなんですけどね、なんか打つ機会なくなっちゃった。さあ、これでリセットも分かんなくなりました。はい、確かに。当たりゃいい、当たればいいんす、引ければいいさ。
よし頑張れ。お、あるあるある、当たっちゃうかも。はい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 、あるあるある、ありますね。ベル、あー、嘘、うわ、そういうことやるやん。練習開始。もう一個、三つって言わない。いくぞです。うわ弱かった。頑張れ、いけるぜ。おい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 、ダメだよそれは。ホテルといい、ね、これがなんか工事現場とかでうんとか分かりますよ。お花見うんみたいな分かるけど、その2連続はあかんやろ。天野やめない。あ、どうしてもヤバくなったらパチンコ打つ。だってまだ11時にもなってないもん。現在投資はまだ1万円ぴったり。1万円ぴったり。あ、でちゃぶ台返しの出玉がなくなったところ。そうだからまだ頑張れる、ちゃぶ台のおかげ。確かに400台外したらやめる。今度こそ。マジか。お家帰りたい。暇すぎて、はい、ツイッターで天野マナを検索してみたんですよ。エゴサピアで早くこう漕いでらっしゃる。そうね、メッツァビレッジね。メッツァビレッジ、北欧タイム、北欧の時間を楽しんでますね。そうメッツァビレッジめっちゃ楽しかったね。反応の森で過ごす北欧タイム。カヌー、うん、カヌーがめちゃくちゃ楽しかったです。あ、まさか3枚目よ。カヌーのことを思い出しながら、今日めっちゃ負けたらそのメッツァビレッジのカヌー乗りに行こう。癒されに行こう。風で流されるんですよ。で帰ってこれなくなっちゃって。ああ。はい、お願いします。やっぱこう無駄話してるとね、ね、ちょっと楽しくなってきます。そう、よしよし、もう、ありがとう。つらかった。まあそらな、まあまあ当たっただけ、ね、よかったよかった。総投資が21,000円。ダメか。お上手。うまい。you
あるよね。今のところ尺15分ぐらいですかね。尺は15分ぐらいですかね。切な。常磐町とか弾ければね。ねえ。この番組始まってからなんか大きい確定役弾いてないですから。確かに。いや弾かないよそんな、そうそう。そんなスター性あったら売れてるよ。ほんと。昨日もなんかオーディション行ったんですけど、とあるオーディションに。もう周りみんな21、20、19。はいはい。そんな中27のババアが恥ずかしい。何のオーディション？ちょっと言えないっす。ちょっと言えない。言えない。ちょっと言えない。受かったら言う。あ、受かったらね。あ、食堂な気がする。ああ、もう辛かった。ありがとうございます。ドーン、アランドーン。今度こそ。おい、今度こそいただきしよう、うんうん。145ゲーム。キーシャッター、キーシャッター閉まれ。おお、超ホットっと。もうもらったな。あれ？あれ？どう？あれ？あれ？ちょっと待って。あ、いた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 。ありがとうございます。寝かせないって、やだ鏡さん、やだなんで急にこんな100枚ぴったりすぐ終わりませんように。もう鏡で行こう、ね、そうそうそう。ちょっと頑張れ。あら、嘘でしょ。かステージ上げといてそれはなしやで。ダメだ、戦っちゃう。終わった。あー、一応背景は変わったけど、こうやったら勝てるんだ。嬉しい、ありがとう。そうか、お花見勝てるんだ、嬉しい単純に嬉しい。 I love you。 嘘って言ってよ。言う、もう悲しい感じです。とても悲しい感じです。なんでこんなうまくいかないんですかね。ねえ。まあでも気分転換がてらちょっとご飯食べてから午後マッパチェコに移動するなり、
なんなりしてどうにかプラスに持ち越そうかなと思います。あ、写真じゃない、あ、動画ビデオですか、ね、ちょっとだけねあれ止まってるってこれを食べて午後の活力にしたいなと思っております。はい、はい、さあ、お昼ご飯を食べ終わりまして戻ってまいりましたけれども、はい、まあ、もう絶妙なタイミングからお隣さんゴッと引いてるんですよマジ我々がね、そう戻ってきたらプシュ左を押してください。いいな、瞬間見ちゃった、見ちゃった、まあ、状況としては、はい、現在投資が24,000円、24,000円、この200手前でやめるっていう一番やっちゃいけないことをしようとしてるけどやめますか、やめましょう、ないと思います、きっとパチンココーナーに行きますかね、宣言通りゴジラに行こうかなと思います。はい、やってきました、大好きなゴジラでございます、新怪獣王ゴジラ289分の1、へそから 40% で16ラウンドで、 SD が104回転かな、一応104回転で66分の1を引けばいいので、個人的に本当悪くないスペックなんですけど、いかんせんなんかみんなにゴジラ撃ってるって言うと、え、ゴジラって言われる浜田さんそういう台打ちがちですもん、そう、あのみんなと好みが合わないの合わないねあ、大集合、あ、これそんな熱くないっす、まあ展開次第ですけど、赤青でしょ、でしょ、してるしてる、で次もう一回緑でしょですね、で最後赤です、もうこの流れ知ってるね、でこれで青選ばれますからね、あ、ギジルンだ、チャンス、ちょっとチャンスです、まあまあそんな熱くないですけどちょっとチャンスで増えます、これで、まあ多分緑ですね選ばれるのは、まあ、赤選ばれればチャンスですけど、頑張れー、おー赤いった、まさかの、まさかのキングギドラいった、嘘、ギガゴジラフェイス出たんやけど熱い、おや熱い、ある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 、嘘、ただ普通のあの演出でシアターストックとか押してくれる展開の方が一般的なので、この流れでのキングギドラが当たるのかちょっと私わからないですね、一応リーチとしてはめちゃくちゃ熱いんですけど、これ以上にチャンスアップが G フラッシュとか出るのかな、激震とか出ないのかな、あとは最後の ボタンあるよな、多分ボタン次第、あ、リンゲージだ、え、当たるんじゃない、当たる、当たるよね、お、マジか、天才や、座って2回転とか、うね、押す2で当ててもうた、もう天才や、投資これだけは500円、すごっ、やっぱ暑いっすね、キングギドラは、ね、で、図柄が変わらなかったので、11ラウンドですね、そうそう、で、35% で通常なんで、まあ、通常の可能性も高いっす、はい、やっぱ好きなだけあってうまい、ね、うまい、そしてここからは一応時短かST のどっちかの、そうです、100回転、はい、さあ緑で回ったんでテンパイすると思います、さああとはこの後、あ、でも三つからだから戦うんじゃない、テロテロってしたらこれしたら戦います、あー何、誰誰、あ、もう当たってる、誰これ、ジェットジャガーって誰、初めて見た、当たった
え、嬉しい、初めて見れた。何この展開、全部初めてじゃないですか。ね、やったー、ありがとう。リンケージも全然出てこないですよこれ。はいはいはい、嬉しい、今日めっちゃ押せてる。めっちゃおもろいやんこの台。あ、生き生きしてる。かわいい、かわいい。なにこれ、なにこれ。微笑ましい。アデラナズガラですね。ゴジラが握手してるけど。ねえ、友達なの。何と和解したんだろう。ね、あれは味方なのかな、誰なのかな。まあ、52%16 ラウンドありますからね、それ引けるわ。毎回もうゴジラ撃ってればいいんじゃない。もうなんかもう別に誰も文句言わないから。確かにだな、こんなキャラ。モスラ呼ぶんですよね。モスラは知ってます。あーね、モスラはこう今でもキャラクター使われてるし。そう、キングギドラ VS モスラみたいな映画を、はい、映画館に見に行ったことあります。ゴジラの正面のアップだけっていう。当たる当たる、暴風破壊。かっこいい。おお、ありがとうございます。めっちゃおもろいわこの台本当。最初のその 10回転ぐらいかなが、バーンって当たるんです、うん、あ、なるほど。ちょっと完全告知系のね。楽しい。もうこれで5000発いくってことですか。そうっす ね、まあ、持ち玉で4000。もうちょっとでまくるやん。だって今日の目的は勝つだけじゃなくて、ひつまぶし食べることが目標ですから、万発ぐらい出したいよ ね。したらもうみんなで食べようって。払う払うって。こっちにしましょうかね。あ、大丈夫ですか、負けないですか。勝てる方ですよ、勝てる方で。あ、ちなみにあれですよ、ゴジラっていうのは、はい、あの綴りが GOD。 ああ、はい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 、ね、本当は D いらないですよね。なんでですか。これはね、海外に進出するときに、はいはい、神っていう言葉が入ってた方が馴染みがあるだろうって言って、面白い。 D をまあ元々ほらカタカナだから、はいはいはい、ローマ人の時に入れようね。ゴッドゼーラ。ああ、だからゴッゼーラっていうのか。止まれ止まれ。よしよしよし、戦う。あー出た、こいつ嫌いだわ。こいつね、勝てないんですよなぜか。なんかキャラクターっていうよりもボタンを押した時に星の数変わるんですけど、うん、だから別にスペースゴジラがダメっていうよりかは関係ないんですけど、まあ一番弱いですね。たまにこれで勝てる、たまにこれで勝てるっていうところを見せたいから頑張って。お願いお願い。うわ、全然削れへんやん。なんだプライベートは勝つくせに。ポポポポポ。あれ、あ、緑だと気持ちチャンスです。テンパれテンパれ。なんかいい音が。あ、当たる、当たりますか、きっと。そうそう、負けない負けない。一撃。え、嘘？弱っ。終わったかと思った。はい。はい、4ラウンド。ああ。勝負に。勝負に。別に確率一緒なのに。ね。なんかありますよね、でもなんかパチンコあるあるというか。あ、そう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 。演出でね。
あの曲を変えないとかね。あ、わかるわかるわかる。ずっとねデフォルトの曲に行った方がなんかいいかも、うん、こっちの演出にしたとかうんぬんっていうより単純にあれですよね、さっき4ラウンド弾いたから通常弾いてる可能性高いんで、あ、ね、それで終わる可能性が。このモードは G4P モードは人類対ゴジラ対地球怪獣、そう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 、三つどもえなんですね。そうですそうです。もうちょっとでプラスっていうこのタイミングでもう一当たりしないか。ここからはカイザーゲドラと戦うかです、はい、うん、バトルに発展すれば激アツ、まあ、当たるんだと思いますけどね、うん、いやー惜しい。いやとはいえ4900玉、うん、オス2でね、投資500円で素晴らしかったよ。あっという間にまくりましたね。あともう1回当たればいいんでしょ。困ったよゴジラどうしたんだい。おっと、お、デカゴジラ、いいステージからのスタート。これ続けますね。はいはい、強い、継続しますね。ガオーガオー。最初から赤のストックとかせえへんのかいなあ、もうデストロイヤー好きすぎひん。しかも緑弱っ。弱っ。はいはい、また次回コスプレ金の私もう寒いんやから。なんか季節感のあるコスプレの方がいいんじゃないですか。じゃあ次3月か4月ってことでしょ、ね、撮るとしたら春。春なんすか。春3月、イースター、ウサギ。ウサギね。でも絶対バニーガールを今思ってるでしょ。バニーガールはちょっと切れないです残念ながら残念ながら切れないです。あのグラビアの仕事で来ちゃうので。なるほどね。当たれアンゲラス弱え外眼はまだ弱い。もう一声赤3つじゃな。ギガゴジラフェイスゼロ出た。ちょっとチャンス。あー、あるよあるよあるよ。こっちバージョンね。そうか、ギガゴジラフェイス出たらこうなるのかな流れとしては。なるほど、オールドムービーが流れるんですね。かもしれない。またただ保留が緑っていうね。え、でも保留あんま関係ないよね、この台は。うわー、終わった。お疲れ様でした。激アツって言って、あー、リンケージだ。あるかも、当たるかも。奇跡よ、これ。
れね。そう、わかんないの。だから好きなの。だから今まで、まあ、どこ使われてるかわかんないですけど、基本この3つで赤でもダメだったじゃないですか。でも本当この3つ目だけがわかんなくて、意外と当たるっていうね。ほら、40%。うまい。さあ、だいぶ出玉減らしましたけど、もう657玉しかなかった。危な。さあ、まくるよ。いや、いけるいける。え、だってまだ今もう2000玉持ってるんで、同じことをやればさっきと軽々しく言うやん。打ってないからね。まあでも5000玉あればいいわけだから、こっからさらに。そうですね。まあだから3回当てたいね。はい、16ラウンド頑張ります。いや、いいですね。今回もちょっと盛り上がりましたね。ね、パチスロに見せ場特になかったけど、いや、やっぱパチスロ向いてないわ。多分そうだと思う。ね、ほんと向いてない。向いてないと思う。向いてない。およし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 、戦います。うわー、マジか。一撃。ああ、なんでや。まあ、星 3.5 でこれなんで、まだあるかも、可能性は。あ、あるいけーと。16ラウンド。このタイミングでグロスを直す。よしよしよし、16ラウンド。もう口パッサパサやった。当たんないから。うまい。あと2回。もうゴジラ好きな私の意地みたいなところある。もうなんか前回に引き続き、本当最後の最後でね、どんだけコスプレ着たくないんだよみたいなことあってる。さあ、やべ、やばいぞ。やめてお願い。あともうちょっとなの。赤保留だ。戦いますね、これは。おー、出てきた。あ、会いたかったよ、ゼットジャガー。さっきまで知らなかったでしょ。誰って言って、めっちゃ打ってんのに初めて見たんだもん。もう覚えた。かわいい。ありがとうございます。これであともう1回当たれば。あ、ほら、2人学習してるからこうね。あ、そうだ。あ、かわいい。仲良し。よし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 、当てる当てる、絶対当てる。プラスで帰るんだもん。まあ、最悪だから、ひつまぶしほどのお金がプラスにならなくてもヤバトのお弁当買って帰るんで。ああ、ゴジラが変えてくれた。あの子かわいい。なんかこんな、そう、演出多彩なの。あー、でもキングギドラ来たー。てい、嘘でしょ。おい、あ、来た。わー、かわいい。もらったー。わー、まくった。またまくられた。やったよ。いきます。じゃあとりあえず今日負けはもうないですね。さだまけさんでプラスなので、いや、せめてじゃあ万発行きたいですね。行きたい、ここまで来たらね。弱いんです、この演出。当たんないんです。
ボタンが普通だった。今日ゴジラのボタン出てないね。出したいな。あ、結構出るんですか。そうです、あの爪のバーって形になってて可愛いの。連撃かな。おお、まさかの。はい、ありがとうございます。新一撃撃破せよ。あ、ボタン出るんじゃない。出ない。あ、これ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 、かわいいでしょ。変わるかな、七座柄に。ここで奇跡の4ラウンドにいた。いや、いいよ、いいんだけどさ。なんかあれだけ派手に出てね。まあ4ラウンドなんで、もしかしたら通常かも。まあ通常の可能性の方が高いね。だいたいどの台もあの各編中っていうか、その電サポ中の演出ってなんかキャラクターが走ってるじゃないですか。はいはい、よくないですか、ゴジラがのそのそ歩いてるって。あ、たまにあるやつ。そう、のそのそあれですよ。愛しいわ。あるか、奇跡の、奇跡のない。いや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 、素晴らしいじゃないですか。素晴らしい ね。さあ、次戦終了の時間でございます。いやー、もうすごいね。なんやろ、愛知県大好き。まあ、というわけでね、まあまあプラスだっていうのは先ほど報告しましたので、まあ、細かい報告の方でエンディングでしつつ、ね、はい、はい、っていう感じですかね。本当こちら大好きです。お疲れ様でした。次戦終了、お疲れ様でした。いや、もう今日も笑顔で終われる天野。笑顔でございます。まあ、満面の笑み感はちょっとまあ絶妙ですね。もうちょっとね、いやーって言いたかったんですけど。まあ、これぐらいの笑みという結果をね、報告したいなと思います。はい、はい、本日はね、まあ、パチスローを打ちまして、最後パチンコを打ちまして、総投資が 24,500円使いました。で、回収の方が、約8000発ですね。なのでプラス1875玉でございます。はい、プラスだー、2連続プラス。午前中のパチスローもなんかもう悲惨でしたからね。いや、あれ打たなきゃよかった説。だってゴジラ500円しか使ってないので。そう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 、まあ、そんなに言い出せきりないですしね。そうそうそう、たまたまであるし、はい、そうそうそう、だから立ち回り下手って言われるんでしょうね。いや、でも勝っちゃいいんだよ、勝っちゃう。今2連続勝ってるからご機嫌なの。あ、だからオープニングで言ってた、はい、ひつまぶしは2人分ぐらいですか。1人半分ぐらい。そうですね、ぐらい。絶妙だわ。ちょっとな、もうちょっと勝ってみんなに振る舞いたかったとこです ね。気持ちとしては、ね、一万発いってたら、そう、おごったんだけどな、分からないから。ということで、次回のまなちゃんが第6回目もお楽しみで、私服も楽しみにしててください。はい、今回はこの辺でまたお会いしましょう。バイバイ。綺麗だね。止まらない。止まらない。